バカはバカ、これやな、バカはバカだねが一番面白くないの。それ文字に書くからだよ。イントネーションなんだから俺は。バカはバカだね。あ？誰だって自分の都合の悪い話なんかしねえに決まってんだろうがよ。あ？あとな。お前らが捏造したようなの話には乗らない。もうそんなんでね、カリカリしたってしょうがねえんだから。あ、佐野はバカだねつって、米は盛り上がったっていいよ。だってどっちにしろお客さん来たら俺米読まねえもん。ああ、いや、アンチはシャレが通じてるっていうか、まあ、いいんだけどよ、通じなくても。これはもうオープンしてる。いいよ、オープンしてるよ。うん。全然普通に。表の提灯もついてる。俺の話より、いや、お前ミュートで、お前俺の話がどこが盛り上がったの確認できんだよ、お前はよ。あ、お前推しかよこの野郎。あ、独身術習ってんのお前。あ、パータがよ。バカはバカだねえはトラさんのセリフですね。いや、トラさん違うんだな。バカはバカだねえじゃないんだよ。確か映画の中で言ってんのは。みんなミュートでいいって言ってましたね。いいじゃんかよ。だから今日だってお客さん来たらミュートにするよ。ああ全部ブーメラン。俺らがブーメラン投げたのみんな自分とこ戻ってくるの最高じゃねえかよ。どちらかってどっか飛んでっちまうより拾いに行かなくていいからよ、楽でいいぜ。はい、そうだろ？なあ。自分で拾いに行かなくていいんだからよ。最高じゃねえかよ。名言いっぱいありますね。どうかな？そこまではねえけどな。楽したいからね。いや、強がってないから。全然強がってないから。これが強がってるように見えるんだったら、だいぶ目悪いぜ。うん。佐野なんかいつも負けてんじゃん。俺が勝った試しがあんのかよ。おい、言ってみろよ。あんのかよ。ねえじゃねえかよ。やるら。あ？ここまで来ると怖いもんもね、ぶっちぎってっからな、俺はもう。ああ。もうクソ野郎で生きていこうって決めてっから。ああ。佐野はな、負けてなんぼだからな。まあ、確かにな。勝っちゃダメだよ。毎回、めくられま、めくってくれたらいいよ、お前。ああ、最高じゃねえか。興味のねえやつなんかめくらねえんだから。おだろ？なの。いや、フェイフェイフェイはいいよ。うん。それはフェイフェイフェイじゃないで、もともとは。リーリーリーから来てるから。ああ。それ野球の頃のやつね。ピッチャービビってるフェイフェイフェイだから。うん。そうそう、ローローロー、リーリーリー、ローローローだから。お前一回 YouTube でてめえを客観的に怖くて見れない。なぜなら一度も勝った試しがない男の YouTube なんか見たくもねえわ。ましてやそれが自分だったら。お前見ちゃうの？
敗因を調べる気がないから。マジで。あ？じゃああんたたち行くわよだろ。皆さんじゃねえから。あんたたち行くわよ。あれはおめえ、ちょっと若干三河パクリだからな。あんたたち行くわよ。いいわね。あれは昔タンスニコンの CM だよ。もっと端っこ歩きなさいよって三河が言ってたからな。俺はなんかメロディストだから大体ね音に乗せるのよ。だからフレットウドナムル決めてです。もうな、体健やかちゃんナブルだから。うん、三河って友達か知らねえよ。ケンちゃんだろ。うん、梅ちゃんが FA 権取得したなら他球団の評価聞いてみたいとコメント。あのさ、もうさ、キャノンか梅ちゃんだよ、キャッチャーは。俺さ、シーズン通してさ、梅ちゃんがさパスボールしたのあんまり見たことねえよ。ああ。満員電車ではマスクしなくていいんだっけ？基本的には電車の中で喋ってるやついねえだろっつうの。会話しちゃいけねえって言ってんだから。テレビだって言ってんじゃないの。5人以上の会食で、そこに酒が伴うと、大声になったりとか、で会話がダメなんだっつって。谷繁？中日だっけ？でも谷繁ってピッチャーからの評価はめっちゃ高いで、ああ。映画館もいいよ、うんだから。お前の店に5人、うるせえよ、この野郎、花だ、この野郎。お前、そういうとこだけ拾って出てくる。ロムって聞いてる前に、一回まず挨拶来いよ。聞いてんだったらよ。なんでお前、そういうとこだけチョイスすんの？ねえ。我らが故郷、横浜です。サブロちゃん神奈川なんだ。神奈川は俺結構遊びに行ってたよ、うん、正月のマグロを仕入れるのは岬に行ってたし。で、あそこあれなんだよ、トロマンってあんだよ。トロマン、名前がやらしいけどな。マグロのトロをよ、肉まんの代わりに使ってんだよ。トロまん。三崎漁港。うまいよ、これ。俺食ったわけだ。行くたんびに、食ってた。うん。あ、行こうか。ああ、あれか。相模原のあっちの方か。だよな。うん。じゃあ三崎は遠いな。くしゃみと咳が一番飛沫が飛ぶの知ってる？いや、それ飛ぶだろうね。久我山行ってないよな。じゃあもう行ってねえことでも何でもいいよ。昔は火災でした。臨海公園のあるとこか。火災はどっちになんだっけ？あれ東京都なんだよな。千葉じゃねえよな。
ギリ東京都だろ。そうだよね。お隣は千葉県だから。うん。いや、南極でコロナのクラスターが起きました。うん。あれペルーかなんかからおめえ船に乗ってった中に絶対陽性者いたんだよ。ネギよ。なんだんだよ。だってそれ以外だって外部から入ってこねえだろよ。南米かなんかから行ったべ。なんだろう。と思うよ。いや、南極でウイルスは死ぬって言わ。違うんだって。人間が死んでねえんだからウイルスは死なねえだろうよ、ネギちゃんよ。なんでもそうだよ。人が生きてて、そいつが保菌者だったら、そいつが生きてる限り死なねえよ、菌は。なんべよ。がん細胞だってめ、人間、そいつが死にゃ、め、がん細胞も死ぐべよ。ウイルスは生きてるよ。だから生きてる人間に乗っかっていろんなところにね、ちょこ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 悪さしに行くんだから。いや、満員電車と映画館はくしゃみも。お前よ、旧藩。でも、俺そこの件に関しては、真面目にちょっと言いたいんだけど、電車の中で、咳込んでたら周りの目が突き刺さるぞ。多分次の駅で降りるのが普通の感覚の持ち主だよな。そう思わね。無理だだよ。周りから人いなくなるって言うんだから。もう。やべえな、あいつ。いや、それも睨まれるよ。もっとひでえのは、降りろやって。って言ってるそいつも大声出してるんだけどな。あれ僕ちょっと俺コントだよな。おい。くしゃみしてんだったら、ね、降りろよって言ってるやつも大声出してるから。お前もだよって突っ込みたくなるけど、じーってみんなしてんでしょ。だから、なんかちょいちょい、だから、駅員さんとか乗客同士の喧嘩とか多いみてえよ。いざこざ、その暴力事件にまではならねえけど、どっかの誰か見てね、店に飲みに来たお客ぶん殴っちゃって鼻折っちゃうとかな。それはダメだけどよ、うん。おい、ろくいらっしゃい。あ、臭いよ。だから大阪市内だけでも飲食店が今年だけで3500件だ。結局はそれは何が原因っていうのかって言ったら、キャパシティがオーバーキャパシティなわけよ。だって働いてる従業員に給料払えなくなったらもう閉めるしかねえじゃん。そうだろう。お前って一人で梅田行けないもんな。
いまだによくわかんない。俺、梅ダンジョンは行ったことない。うん。梅ダンジョンは行ったことないよ。第4ビルまでは行ったことあるけど。うん。ちょっと釣り道具買いにね。あの、第4ビルの1階に、あの、釣り具屋があるんだよ。いや、釣りしないのにっていうか、いいじゃねえかよ。仕込みもう終わってるよ。俺だって2時前にはここにいるもん。西成の帝王浜ちゃん、それ知らない俺。有名な人いるの？いつも変わんねえよ。うん。あ、もしかしてこれは。もしもし。はい、そう。トゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥル。最近見ると多いな。いろいろ行政から電話かかってくるんだよ。よし。男これ戻ってんのかな。いや、ご機嫌じゃねえよ。ちゃんと話すときは俺もちゃんと話すよ。相手によって。あの、リスナーのみ、これはいらないから。はい。はい。ね。ごちゃごちゃ言うなら協力金なんていらねえよ、ガチャって。おい、それ切る勇気あるか、俺。ないぞ、俺は。ああ。どうした、スライム。いや、素直だなっていうか、もう、そりゃそうだ。体すこやかちゃダリル、決まった。あらす。あらす。よし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 。よし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 。よしよしよし。まるで飼い犬をあやすかのごとく。よし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 。よしよしよし。ありがとうございます。助かります。特製チャーハン大盛り頼むぜ。メニューにねえんだけどな。ないんだけどね。うん。ないものねだりの子守歌か、おい。タララッタララーン、タララッタッタッタッ、チャララッチャララーン。
セブンさんありがとう。酒だけで4000円は高いな。あー、まあでもうち結構飲む人多いからね。うん。ガブガブマンだからみんな。人生楽しい、ありがとう。あらす。客単を上げたら客が来ないよ。いや、俺の中では下げても来ないと思ってるから。来る人は気にしないから。だから客単上げたら来ないよって言ってる君みたいのは来ないよ。下げても。うん。だそういう感覚でやってないから俺。うん、だから行かない人はだって行く体で喋ってるじゃん。だから行かないんだからいいんだ。来ないんだべ。来ない人がそんなこといちいち気にする必要ねえじゃん。よいしょ。そりゃそうでしょ。だけどお客さん来るか来ないかとかどのこのより店は開けなきゃしゃあねえだろっつうの。愉快な仲間がいなくなったのかな。しゃあねえな。香川さんのお店お客、おお、いいじゃねえかよ。うん。そっか、香川料理できんだ。羨ましいな。ね、いや何が協力金のためなのか意味が分かんない。いやだから俺は勝てた人は誰もいないから。っていうかまずそこで勝負してないから。うん、負けて何が悪いんだよ。なあ。いいんじゃねえの？混んでて。うん。いやー、俺の努力は。まあ店開けるぐらいのことしかできねえな。うん。マンチがね、なんかね。てんてこね、焼き煮よりは揚げた方がいいんじゃ。うん。
違うんだよ、おでんはだから食べ放題にしたら売り切れるんだって。ジャンマン太った？太ってないよ俺。うん。じゃあホルマリン漬けのおでんってまずそのホルマリンってどこで買えるんだよ。ね。そんなさみんなさ俺のことさ真面目に見せてきてんだからさ。こんなガチャガチャ言うことねえじゃん。だって来ないとうちにお客さん入ってるか入ってねえかもわかんねえんだからさ。まあいいじゃねえかよ。なんでそんなことばっかり言ってくんのかな、この人たちは。そんなことしか楽しみがないんだろうな。だって店来るだけいいじゃねえかよ。なあ。それは違うよ、佐野くんって。じゃあ、どうやったらいいんだよ。だから太ってねえっつうんだよ。だそのさ、太ったとかさ、設定を、上げたいのはわかるんだよ。